体で、ね、チームを選んだり、ね、はい、どこで活動してどこで頑張っていけるのかが一番肝だと思うんだよね、はい、でそういう食トレっていうのが大きいっていう、子供たちがいかに高校野球で通用する選手になってくれるかっていうことだけは考えてます。100弱ぐらいになってくるのかな、はい、うんうんうん、だからまあ総会だって62チームでスタートするっていう、でそこでやっぱりこう1回戦で敗退した地方のチームもいるんで、はい、交流戦っていう矢倉も設けて、はいはいはい、ああなるほど、やってたんで、まあ、うんうんうん、試合数は6日間でやったのかな、うん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 、まあそのやりくりもまあかなり大変だったけど、はい、やっぱり試合をさせてあげるっていうところで、その交流戦っていうのもやっぱり重要だとは思うんで、うんうん、なんかちょうど知り合いで記者さんがいるんですけど、川村くん違うのか、いや違いますね、女性の方で、ちょうどそのポニーリーグの開会式かな、なんかかな、あ取材行ってましたね。柏本さん。はい。あ、ご存知ですか。はい。今実はすごい交流があって。ゆきさん。あ、ゆきさんです。そうです。ゆきねえですね、元。いや、熱心だね。で、はい、インスタグラムのライブ配信もしてくれたり。はい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 。いろいろやってもらってるんで。そうなんですね。ありがとう、ね、はい。ちょっと伝えておきます、柏本さん。はい。はい。もう間もなくですかね、近い。もう、ね、もうそれとてなんで。はい。そうだね、だからそういうこう全体像でやる動画ってそんなにないと思うんだよね、はい、やっぱ個別のちょっとしたバッティングだったりとか、はい、守備だったりとか、やっぱいろんな動画が今ある中 で、はいでね、なんかちょっと迷いの部分が子供たちに出始めてるような気はするんだ、いろんな情報があるんで、その辺は技術的なことに関してはね、はい、だからね、そういうことも大事だけど、やっぱこうで全体でね、チームを選んだり、ね、はい、どこで活動してどこで頑張っていけるのかが一番肝だと思うんだよね、はい、なので、まあ、2年刻みかな、大体ちょっと9月を境に変わってくんだけど、アメリカが9月からだった新学期、はい、もう11が大体ブロンコリーグ、中2から中3の早生まれがポニーリーグ、中3の4月生まれ以降8月までがポニーリーグ、高校1年生の早生まれがっていう年齢区分なんだ、はい、でも日本じゃ個性は分かれちゃう、国際試合は日本でいう高1の連中も出てくる、それはなんか分ける意味っていうのは、その体というか年齢に応じたこう、そう、それがアメリカのポニーリーグの考え方なんで、うん、なるほど、だからそれはもうそれも50年前からプログラムになって、うん、なるほど、で国際試合は今言ったポニーリーグ中2の4月生まれから9月と中3の9月から3月生まれ、うん、この大会は距離も短くなっちゃう。あ、そうなんだ。なるほど。だからピッチャーで言えば 16.4 ぐらいで。あ、そうなんですね。だ、日本も昔10年ぐらい前まではそれでやってたの。その距離で。はい。なるほど。僕もポニーリーグ出身だから、はい、隣のチームが出身地なんで。あ、なるほど。
まだその監督いるんだけど、はいはいはい、その時はもう16テイク中で中3で、あだいぶ違いますね。あやっぱ違うわ、ね。チーム設立してから今年で19年目になります。はいはい、今選手の人数でいくと、3年生今まだ現役でやってますんで、はい、それを入れると約60名約60名ですね。はい、学年ごとでいくと大体どれぐらいなんですか。3年生16名、はい、2年生24名、はい、1年生21名ですね。はい、今練習頻度としては大体週に2日、そうですね、ですね。であと祭日、祭日、はい、基本的には土日祝日っていうですね。そうですね、ちょっと平日は、我々スタッフが全てサラリーマンなんで、はい、はいはいはい今指導者の数でいくとコーチ含めて大体どれぐらいいらっしゃるんですか。10人ですね。10名ぐらい、あ、はい、結構多いですね。はい、で今日も、はい、土曜日なんで、はい、仕事のスタッフもいるんで、うんうん、はい、じゃあ常時で行くと大体7、8、7名とか、そうですね、それぐらいそうですね、いらっしゃるっていう感じですかね。チームのスローガンみたいのがあればお伺いしたいんですけど、はい、今バックネットにも掲げてある、はい、常に全力プレー、はい、これをチームスローガンで、はい、掲げてやってます。はい、なんかそのスローガンにされた背景とかってなんか、いやもう全てに当てはまるんで、はい、やっぱりそこで何どんなメニューしてても、はい、そこで、考えながら全力で動くことを主体にやっていかないと、はい、そこからが始まりなんで、はい、それを常に考えてもらうっていう意味で、はい、掲げてます。最初こうポニーリーグに所属をしようとしたなんかきっかけみたいなのがあられるんですかね。もちろん僕自身が、はい、小学生の頃から、はい、中学生まで、ポニーリーグで活動してたんで、はい、その辺は何の迷いもなく、はい、チーム立ち上げた時にはもうポニーリーグでやろうという決意で立ち上げてるんで、うん、はい、その辺での何でしょう、いろんなところっていうよりかは、うん、やっぱり育って環境でもう一度やっぱり大田区の地でやりたいっていうこともあったんで、はい、チームを立ち上げられる背景って何かあったんですか。まあ今でこそ、中学硬式野球っていう認知が、はい、かなり、知れ渡ってるんですけど、はい、やっぱりポニーリーグ独自での、子どものための、理念っていうのが、はい、きっちり、確立されてたんで、うん、その中でやっぱり大会でも、入場行進、開会式での入場行進、誰もスタンドで見てる選手がいないようにという施策のもと、大会のプログラムが組まれてるんで、はい、その辺は、まあ、開会式イコールやっぱりベンチに入ってプレーをするという、はい、それが可能なリーグになってるんで、その辺で、はい、今活動させてもらってます。はい、竹島さん自身の旧暦みたいなところをもし伺えればなと思うんですけど、はい、野球を始められたのって何歳ぐらいからですか。この小学校5年生で、はい、隣の今でいう太田水門ボーイズ、はい、こちらに入れさせてもらって、はい、その頃から硬式野球というものを始めました、はい、じゃあもう軟式は一切触れずに、はい、基本的にはもうずっと硬式一本でそうですね、はい、やられていらっしゃったってことなんですね。なんか野球始められたきっかけとかってあるんですか。いやもう周りで周りの子たちが何かするって言ったらやっぱりボールを使ったもの、はいはいはい、学校でもやっぱり柔らかいボールで何かをしてたのはやっぱりボールですよね、はい、ボールを常に持ってたっていうことで、うんうんうん、野球っていうものはすんなり入って、はい、やっぱりちゃんとチームで試合っていうものをやってみたいっていう思いで、はい、当時はあれですか、全盛期の憧れのプロ野球選手とかってどなたあたりが。そうですね、古い話であれなんですけど、はい、やっぱりこう
目にするのはジャイアンツだったんで、はいはいはい、やっぱりそこでの選手っていうのが当時で言えばもう王長嶋さんっていうのはもう当たり前なんで、はい、その中でやっぱり、高田さんですか。高田さん、はい、はいはいはい、あのジャイアンツにいた外野手なんですけど、はい、まあ、サードもやってたんですけど、はい、その人のあのグローブに憧れて、グローブ、はい、グローブに憧れて、はい、好きになりました。はい、なるほど、はい、どんなグローブだったんですか。それあのクロスのバッテンの、はい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 、はい、それの青いグローブだったんで。なるほど。当時としては結構珍しい、いやいや、グローブだったんですか。そんなこともない、まあ、そんなことないとは思うんですけど、はい、なぜかもうテレビに映ったその姿を見て好きになりましたね。はい、なるほど、ありがとうございます。じゃあその後そのままこう中学校も同じチームで、はい、そうです、所属されて、はい、高校はどちらに。あの東京の岩倉高校に進ませてもらいました。はいはいはい、もう東京の岩倉高校といえば、はい、もう竹島さんのまさに代ですよね。そうですね。所属していた時間、はい、時期に どちらまで最終的には。あの春の選抜優勝です。はい、ありがとうございます。素晴らしいですね。なるほど。 どうですか甲子園でこう優勝を、はい、まあ、今まさに彼らっていうの中学生のこの選手たちっていうのはやっぱり、テレビでの甲子園大会を見るっていう憧れの、はい、今位置にいると思うんですよね。はい、だからやっぱり僕自身も高校入ってからもやっぱテレビに映る、うん、今日甲子園に出てくるチームが憧れっていうものが、続いてたんで、はい、それがまさかその最終的な優勝の位置にいるっていうことがその時、はい、思い返して、はい、信じられないっていう感覚の中で、はい、でも達成してるんだっていう、うん、その辺のギャップっていうのが、はい、本当やってやれないことではなかったんだなっていうのを感じましたね。はい、なるほど。やっぱ今でもその高校時代に得た経験っていうのはこの今の指導においても生きているものがたくさんあります。もちろんそうです、はい、具体的にはどういったところが。あのやっぱりこういろんな指導っていうものは、はい、いろんな形であるんですけど、はい、やっぱり最終的に人の見てないところでやる練習っていうのはやっぱ自分自身がどう納得していくかっていう部分が本当に大きかったんで、うんうん、やっぱりそこの個人練習っていうものに対してどれだけヒントを与えられてやってもらうかっていうことを念頭に置いて今指導はしてますけども。その後高校の後は野球は大学とあとは社会人っていうか、はい、もうクラブチームだったんですけど、はい、そこで、23歳までやりました。はいはいはい、で23歳で引退されて、はい、っていうことですかね。主にポジションとかはどちらだったんですか。高校まではファーストです。はい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 、あとはもうファーストとサードをやったり内野手ですね。はい、はい、基本的には内野手で、はい、まあ、改めてにはなるんですけども、まあ、このアビチャスさんを発足させて、はい、まあ、指導者っていう道に進まれたと思うんですけど、はい、まあ、そのこう指導者になろうと思ったきっかけというかどういう思いがあって